どうも、小坂です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでですね、今日は、ちょっとですね、僕の顎の話をしたいんですよ。顎ね、顎。アホちゃいますよ。まあ、僕もアホなんですけど、まあまあ、今日はね、アホじゃなくて、この顎の話をちょっとさせていただきたいと思います。で、まあ、僕、顎なんですけど、まあ、もともと顔が長いんですよね。これまあ、以前の動画でもやったかもしれないですけど、まあまあ、とりあえず、何やろ、顔がめっちゃ長いんですよ。で、顔がめっちゃ長くて、なんすかね、馬顔。めちゃめちゃ馬顔なんですよ。要ね、なんか、で、なんか、ちょっとまつげ長いんで、アルパカとか言われたりするんですけど、まあ、ね、泣きにしもあらずかなっていうとこなんです。で、まあまあ、で、顔が長いので、まあ必然的にね、皆さんよりも、なんて言うんですか？顎が長くなりますよね、やっぱりね。そうなんです。このね、顎がね、めちゃめちゃ長いんですよ。でも、もはやね、この顎なんですけども、才能なんですよね。多分ね、この顎。才能です。才能もしくは DNA ですわ。もうこれね。ほんで、まあ、その顎が原因で、ハッピーターン顔とかですね、バカウケとかね、お菓子のね、ハッピーターンとか、バカウケとか、なんともですね、美味しそうな名前というか、まあ、顔の形なんですけども、そうですね。この時期、やっぱり、この時期っていうかね、まあ、ね。あれですよ。マスクをつけないといけないじゃないですか、今。で、普通のマスクを、まあまあ、普通サイズのね、普通サイズのマスクをしてるんですよ、僕は。普通サイズのマスクをね、普段はしてるんですけれども、その普通サイズのマスクがですよ、もうなんかね、顎が長すぎるゆえにですね、もうなんか、拘束具にしかならないんですよね。なんと言いますか、もう顎をね、こう、拘束するような、ほんまに拘束具しかならないんですよ。はい。で、マスクをつけた状態で喋ってしまうとですね、やっぱこう、顎が拘束されてるんで、僕めちゃめちゃ、なんていうんですかね、滑舌も悪くなりますし、噛みやすいんですよね。で、マスク外すとですよ、それはもうすっごい、もうこんなんですよ。こんなんです。その結果がこの前の早口の動画ですよ。ねえ、本当に。だからね、何の話しとんねんっていう話ですけど、まあ、マスクつけてても、まあ、マスク外したとて、小坂の滑舌は変わらないのかなと。あと、まあまあ、カミカミのね、部分もね、そんなに変わらないのかなっていうお話でした。まあ、それがね、顎です。よくわかんないですけどね。ということで、今日はこの辺で、ありがとうございました。何を言うとんねんっていう話ですよね。